どんこちゃん、めみやです。今日も解説していきます。噛んじゃったけど、解説していきます。右はっすね。さあ、お互い DT4、これは珍しいですね。基本的に俺だけが DT4 になるパターンが多いんで。で、これは、普通に来ましたね。お互い普通っすね。総裁外して、さあちょっとエルミノです。屋根をつけようとしたけど先にホールドが効いちゃったパターンかな。それティーミノが出てしまった。置いてからホールド しようと思ったんだと思う。あ、これはまあ穴がいいんで、まあ、全然受けて一応1ライン送って相手に穴バラを送る。相手穴バラ行ってるけど、穴バラが掘れれば直列が待ってるんで、あ、全然問題ないですね、相手も。削って、テトリスにして、もうしっかりテトリス。ここもしっかりテトリスで、ちょ、お互い迷ってますね。あ、これちょっと操作当てて、穴バラ受けたくないんで操作に当てる。あ、これは掘りに行きますね。相手もしっかりテトリスで T スピンダブル。BTB 付きなんで1ライン攻撃受けて穴バラになってしまう。相手4列チェックに組んでるが、それは種が、あんまり揃ってないんで、レンにはならずに普通に切り替えましたね。さあ、これは、さあ、ここで社畜トレイン。今のは社畜トレインという技です。さあ、ここは総裁外してしっかり相手見て総裁を外す。さあ、どうだ、これは。さあ、T スピン間に合ったけど、その後がちょっときつそうですね。さあ、俺、アイミノミスった。アイミノミスったけど、無理やり。どん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 、しっかり。ドネイトで火力を出しながら、掘っていくと。ああいうとこで削って火力が落ちてしまうと、相手に掘られちゃうんで。まあ、火力を出しながら、掘っていく。重要ですね。DT4 と TSD。もうあるあるの光景ですね。あ、穴がいい。はしっかり相対外して穴バラを受けない立ち回りをしていい形ですね。これはさあ、これ SDSD。 さあ、間違えてティーミノを出してしまったけど、まあまあまあ問題ないですね。さあ、これしっかり掘ってアイミノまで。しかし相手の形も悪くないんで全然問題ないが、これちょっと総裁当てたくなかったんで外したけど、結局なんか微妙な感じになっちゃいましたね。先読みして TSD にした方が良かったかもしれない。あ、これはちょっと、ここで先読みして T スピン。これ掘れますね。アイミノが来てるんで横置きから T ミノ、Z ミノと。あ、かなり掘れる。これは強いですね。これはちょっと掘り連が噛み合ってる感じで。14連で掘り。まあこれはちょっと狙ってないんで、松本が噛み合ってよかったって感じかな。まあ掘り連ツモが噛み合うことはもちろんあるんで。今のは意図的に狙ってたわけではないので。さあ、ちょっと危ない。危ないけど、しっかりギリギリ耐えたけど、そのティーミノは間違えて出してしまった。きつそうですね。あのティーミノが、やっぱり、穴を塞いじゃったんで、それが、ちょっと、掘りに時間がかかってしまったかな。TSD と平積みではない。普通に、T
TSD ですね、相手も。テトリス。これはどうだ。さあ、これしっかりちょっと操作やってますね。危険なんで。シングルにした。どう掘るかちょっと迷ってますね。結構穴バラが来てるんで辛いけど、まあ、しっかりしっかり掘りながらなんとか頑張ってる。さあ、アイミのミスターがちょっと迷ってますね。相手ちょっと総裁外す構えしてるんで、しっかり積みながら。すぐに打ってしまうと思うツボになっちゃうんで。さあ、あれはアイミのまた、というか、アイミの一応入るけど、あれも難しいな。な、入るよな、あれ。うん、一応入るな。さあ、アイミノが入れられずに刺さってしまった。じゃあ次見ていきます。DT4 と、TSD じゃなくて、中開けテトリスですね。さあ、そこまで総裁外す、いかつい。しかし、俺なんかミスってるぞ、結構。だいぶミスってる、これ。さあ、大丈夫なのか、これは。怪しいですね。すごい。しかし、なんとか掘れてる。さあ、意外に耐えれた。タコを総裁外して、ドネイトで TSD で、相手ミスってるけど、まだ耐えますね。しっかり掘れる。T ミノ、S ミノ、I ミノまで。じゃない、J ミノまでだ。まあ、お互い大丈夫ですね、これはもう。若干今、俺がフリーぐらいですね。若干こっちがフリー。しかし、まあ、操作当てて、これもしっかり操作当てて、うん、もう大丈夫ですね。完全なゴムになった。さあ、エスミのミスった。あれは、辛いか。うん。まあ、トリプルが打てたらって感じだったけど、レンが来てたんで、打てずに刺さってしまった。さあ、おなじみ DT4 ですね。やっぱり俺 DT4 好きなんで、強いんでね、やっぱり。さあ、これはどう掘ろうか迷ってる。なるほど、そう掘ったか。まあ、いろいろとルートあったけど、まあ、そんないい手っていうほどいい手はなかったんで、まあ、なんでもいいっすね、今の。まあまあまあ、これも、お互い掘れてるんで、まだまだ。まだまだなんとも言えない感じで。さあ、しかしなんか、ぐだってるぞ。若干俺がぐだってる。なんか怪しいことしてますね。ちょっと掘り方も怪しいが、まあ大丈夫そうかな。とりあえずは大丈夫そう。テトリスにして、操作やってて、相手に操作外されなかった。
さあどうだこれ。テトリス間に合った。それはでかい。今のテトリス間に合うのはでかい。もうちょい、もうちょいタイミング待って打った方が良かったな今の。きついっすねこれは。もうちょいタイミング待ってから打つべきだったかな。さあこれ TSD からのインペリ。俺の開幕で好きなものの一つですね。シングルかダブルか迷ってたけど、まあ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 。あ、これちょっと強気に総裁外して、穴がいいんで。掘れるかなーって思って、総裁外したけど、そんないい手は見つからなかった。これは微妙ですね。まあ一応掘れてるけど。若干微妙な積みをしているような気がする。さあテトリス。これはここまで掘れるんで割と強い。さあ S ミノミスったけど、相手の方がだいぶ置きミスしてるんで、まあ有利。さあトリプルは打てずに妥協してしまうときついですね。まあでもうまくトリプル打つ手段があったのかな今の。まあちょっと考えないと手が思い浮かばないような難しい手だったかもしれん。あ、直列が来た。しかし相手も穴いいんで、これは総裁の外し合いになりそうで。どうでしょうねこれは。ピン行くか。ピンは行かずに普通に削った。あ、ちょっと危険なんで、俺操作やっててますね。S ミノそこを置きミスかと思いきや、L ミノのしっかり先読みですね、あれ実は。L ミノを入れて先読みにしていくパターン。さあどうでしょう。シンメトリーパワー。チーミノが来てないから妥協して削ったけど、ちょっと妥協したせいで相手の地形が乱れましたね。それに対して俺はホリレンがしっかりチーミノまで繋がるんで、これは強い。いや今のホリはいいですね。ホリレンしっかり繋いで決めていく。もう一個見ていきましょうか。動画的にちょっと長くなっちゃうかもしれないけど。さあ、パフェがないんで、しっかり連組んでますね。で、このティーミノは総裁に当てて、トリプルは総裁に当てながら連を積む感じね。これが重要。さあ、強い。11連までだけど、まあ、11連いってる時点で強いんで。パフェ。さあ、STSD にした。シングルから堀の選択ですね。しかし、そこで止めて、なるほど。
テトリス。なるほどね。地形重視に行ったパターンかな。テトリス。しかもどんどん積み込んでます。テトリス。テトリス。テトリス。サーフビート。テトリス。テトリス。さあ、ティーミのミス対で。まあそれが致命傷になってしまった。やっぱり置きミスするとね、すぐリカバリできるかどうかっていう、まあ致命的な置きミスとそうじゃない置きミスっていうのもあるけど、置きミスが致命傷になることはやっぱり多いんで、状況にもよるけどさ。これはちょっと俺が考えた DT 法からの DT 法のテンプレです。これテンプレなんで、実は使いたい人いればぜひどうぞ。あ、という感じで。まあ、結構火力高いんで、相手を刺すこともできるかもしれない。あ、こんな感じで。はい。お疲れ様でした。まあ、もしよろしければ、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。